今日はまあとあるって感じで、まあ、まだ内容とかは言えないんで内緒なんですけど、またおい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 って感じですね。指長い、嬉しい。イバジャンさん、マクミックさん、ハートありがとうございます。ちょっとね、照明がね、多分この2つしかなくて、もう全くないか、この色かって感じでしかなくて、ちょっとあれなんですけど、明日も朝起きれたら15分だけ先にやっちゃう、お仕事前にやっちゃうって感じでいきます。サプライズレバーさん、ハッピーホリデーみたいなの書いてあった。メリークリスマス、ありがとう。そう、昨日ね、ちょっとバタバタ、今日も朝バタバタって感じだったの、それでこれでって感じで、すみません。でもまあ嬉しいね、とあるってことは嬉しいってことなので、リバースにショールーム始めましたって言います。そう、今日はちょっと突然って感じ。突然って感じ。顔の印象いつもと違う。え、多分一緒だよ。こうやって見たら一緒だよ。下からだからかも。下からアングルだからかも。これでしょ。首なさそうに見える。てつやさん、プレゼントボックス、ハッピーホリデーボックス、ありがとうございます。そう、なんかもしかしたら、ちょ、これ Wi-Fi がここの場所の Wi-Fi なので落ちるかもしれない。最近聞いたよねとか一緒に見てたら落ちるかもしれないんですけど、すいません。眠いね。今日も朝早くはない、昨日夜が遅かった、公演終わってって感じだったから、そう遅かったから、今日の朝早くて、あと、え、どうしよう、もうやっちゃおうかな。まあいっか、それは今度でいいか。今日は最近聞いたよね、美容配信すごい。やっぱやりはしないけど、ちょっと言いますね。あの、昨日ね、劇場公演が終わって、今日着る、なんかおしゃれに着こなす服がないと思って、昨日いただいた服をそのまま着ました。なのでこれはまだ紹介していない、プレゼント紹介していない紹介でございます。紹介なんていうの、プレゼント、これもいただき物。そう、実はちょっと服がないってなって、服はあるんだけど服がないってなって、
今日はもういただいた服をもうあれする前に紹介する前に着てます。でもさっきインスタの DM で来てたんですけど、その方は今日配信見に来れないらしいどうまい。なんと、すごい、またまた鉄道のエイトさん、ハッピーホリデープレゼントボックスありがとう。もう来ちゃいました。でも可愛いですよね、チーム B のカラー。まあ、またねプレゼント紹介配信はまた今度やるんで、はい、その時にでも見てくださいって書いてたんですけど、やっちんさん、てつやさん、ハートありがとう。こうきさん、ハッピーホリデープレゼントボックスありがとう。そう、これさ、しかも見て、ここ可愛くない？こうなってるの、前掛けみたいになってる。丈はね、割とショートめかな、ショートめ、ニットにしてはショート、可愛い。しかもめっちゃあったかい、この冬大活躍しそうな感じです。そう、しかも結構ゆとりがある感じなのでこれプレゼントボックス配信、プレゼント開封配信の時に言えよって感じかもしれないですけど、また忘れてたら教えて、言うと思うけど。そう、こちらなんとこれタボタボだから、そうだからなんかレッスンでさ、まあ大体さ踊ったら熱くなるじゃないですか。でロンティーとか着たりするんですけど、でもさレッスンの踊ったら暑くなるからさ薄着がいいけどさ、その移動中は寒いじゃん冬だから、いっぱい着たいじゃないですか。そういう時にめっちゃぴったりそうじゃない、そのこれの下にロンティー着て、今はヒートテックなんですけどこれの下にロンティー、ロング T シャツ、長袖 T シャツ着て、でその上からこれ着てってレッスン場には、でその後にレッスン場着いてからこれ上だけ、このニットだけ脱いでロンティーでレッスンして、で帰りはまあそのロンティー汗かいてるかもしれないからロンティーだけもう畳んでこれ着て帰る。めっちゃちょうどぴったりいいって感じ。すごいだるそうに喋ってるけど、私あのなんかこういうスタイル、ドーンっていうスタイルでもめっちゃ良くない？声枯れてますか？どうだろう、なんか私ってなんかオフの時ってこんな感じなんですよ。多分挨拶の時は、挨拶じゃない、劇場を立ってる時は、はい AKB48 ハルピョンこと橋本春奈ですって感じなんですけど、配信ではこんな感じなのでももしかしたら昨日も公演だったりとか、15日も、まあ、とあるお仕事してたりとか、今日もとあるお仕事して声が出てるので、もしかしたらちょっと枯れかもしれない、うん、もしかしたらね。あ、そうだ、今日さっきさインスタ、そういえば久しぶりに更新してないと思って、最近更新してないと思って、久しぶりに更新しようと思って作ったんです。投稿しなきゃ。下書きに入れた。
OK。 いいねとコメント待ってます。制服最近聞いてるねの制服姿、また後での一緒に見よう。ちょっと今メールだけ送っちゃおう。今日全然遅れてない。今日もねお仕事だったから遅れてない、ごめん。どの顔しよう、見せちゃダメだメールだから。半目になった。なんか可愛くない。3秒タイマーついてんだ。なんで全然撮影されないんだろうと思ってずっと押してた。珍しいショット。よし聞いたよね。まだ見てない。あね、袖口糸出てる。まあ新しいから多分大丈夫。まだ見てないよ。今さっき配信始めたばっかり。インスタの写真かわいい、ありがとう。今日は私はとあるなんですけど、今日もレッスン本当はあってそう行けなかった。地起こしかな。再レッスンみたいな入れてくれるかな。入れてくれなさそう。私以外はみんな参加してた。振り V 見たら明日もあるの。レッスン。みゆちゃんが今日のビバース DM でハルピョのツーショット載せてた。嬉しい。ありがとうみゆちゃん。スタッフさんには頼んだんですけどね、ちょっとどうなってるか分かんないので、また今度そのダンスの先生が来られた時に言ってみよう。先生お友達できたね。誰だ？お友達。お友達。中心さん、どんどんどんさん、マサルンさん、ありがとう。ハート。メール送ったら最近聞いたように見るので、皆さん準備よろしくお願いします。で最近聞いたよね見終わったら湯船、お風呂に湯船溜めながらちょっと配信してって感じ。
明日朝めっちゃ早い。明日ご飯、ちょっと待って、明日のスケジュールを知りたい。ご飯行きたいけどな。朝ご飯行きたい、ご飯食べたい。今週の握手会、下道で行くか迷ってる。どっちがいいんだろうね。あれだよね、クリスマスだからさ、あと年末年始だからさ、高速混んでるとかありそうだよね。だから下道の方が早い説とかもありそう。普通に待って、これピントどこに合ってんの？ねえ、せっかく美味しそうな写真撮ったのにピントどこに合ってんのって写真ばっかなんだけど、うちこれだけ綺麗にピント合ってる。どういうこと？マジやらかしてるわ。この写真ピントどこ？皿に合ってるやん。バカやん。バカやん。何やってんねん、何やってんねん。下道は船橋のララポート付近の激混みだって。最近一般道を走るのが楽しい。どういう趣味。昨日最前でピョンちゃんに釣られたレミ組のお兄さんたち3人を3月の握手会に引き連れていく。マジ嬉しい。やった。なんかすごい真剣にレミちゃんのことをしてそうなお兄様方が3人目の前にいたんですけど、なんかでもそのまあでもほんと最善で見てたから多分、でもその目の前にいる時はその目の前のメンバーを見たりとかされてて、そうもちろんあのレミちゃんのことずっと見てる瞬間もあったけど、そうだからちょっと目合わしちゃうみたいな感じで見てました。ちょっと目合わしちゃう。そう、そしたら優しく微笑んでくださったので嬉しかった。なんかさ、いや別に釣られてほしいって、まあもちろん釣られてほしいって気持ちはありますよ、そりゃ一番ね。でもなんかまあそのメンバーの生誕ってことは分かってるし、本当にそのメンバーをしてる人であってほしいからこそ、なんか釣られてほしい気持ちはすっごい強いけど、なんて言うんだろう、もう生誕に関してはまあ釣られないだろうなぐらいの気持ちでいるんですね。でもまあ釣られてくれるのが一番嬉しいですよ。で釣りたい気持ちもめちゃめちゃあるけどみたいな気持ちでいるんです。でもまあそのメンバーが一番楽しい、そのメンバーが一番輝ける舞台であってほしいなって思うから、生誕祭は。そうだからそう思ってるけど、まあもちろん楽しもうぜみたいな気持ちもあって、そうで今何言おうとしたんだっけ、楽しんでほしいっていう気持ちもあって、んでとしたか忘れました。そうでもまあそのファンの方が楽しんでくださったなら何より。握手会で待って、握手会か知らないけど、握手会かお話し会で待ってるぜ。思い出せない、もう。もう忘れちゃった。レミ組の打ち上げ、謎にピョンちゃんのレスの姿を褒める会開催され、おどういうこと、そういうこと。昼公演ハルピョンオータ多かった、嬉しい。そうなんです、何人かいた。一昨日ゆきりんさん推しの12人とご飯食べてて、ハルピョンの話題出てきた。ね待って、大丈夫、なんかハルピョン他のファンの方の回で出過ぎじゃない話。昨日公演と週末の握手会
2週連続で会えることがめっちゃ嬉しい。やった、すごいレス褒められてたよね。そうなの、どうしよう、なんか他の、え待って、そのさゆきりんさんの12人の会はさ、なんかいい話、私なんかいい話いい話であれ。昨日自分の隣のくるるんのファンの人もハルピョンのレースすごいって言って、えやった、でもくるちゃんのファンの人は知ってるでしょ、 B で一緒だったんだからB で一緒だったんだから。いや私はでもずっとレミちゃんのあれの時、みんな声を揃えてライブパフォーマンスすごいよねって褒めてた。ゆきりんさん推し釣れるかもよ、え嬉しい、ちょ二推しで一旦二押しでお願いします。4月から待ってます。4月、5月、ゆきりんさんが卒業されてから待ってます一旦二押しで、あ3押しでも、ゆきりんさん卒業されたら待ってます何の話してた今、今日忘れるよく。あそう、レミの生誕祭だったからずっとレミって言ってました。レミこうやってずっとやってた。そうみんな17とかやってたけど、私はレミってずっとやってた。でも写真撮り終わってからは、あレミはレミよりレなんだなと思って、レってずっとやってた。その後アンコールとかはずっとこれでした。でもオープニングとか最初の辺はレミってやってた。誰か気づいたかな、レミ推し気づいてくれたかな。まだ17って羨ましい。え、それな、私がだってまだ富山ツアーでどんなことも二人で一緒にって歌ってた時でしょ。君は誰なんだって歌ってた時だよ、17歳って。やば、若っ。なんかそう考えたらめっちゃ昔のように聞こえるけどさ、でもさ、なんかあ高校生だったんだって考えたら、そんな、あでもそうでもないのかなそうでもないのかな、いやめっちゃ昔なのかな、わかんないけど、でも楽しかったですね富山ツアー。そうゆいりんさんは私をもてあそんでる、でもそれが沼なの私が今回ビンゴの時に、わけなんて何もない、紹介された瞬間稲妻に打たれたの、違う、えしかも昼公演フォーリーラブのところ、稲妻に打たれたのフォーリーラブってウサギやってました、多分沼で、その後の目と目が合うと胸が高鳴る心の奥でってやったのに、これされた、心の奥で思わず叫んでた、でもそれも沼、ハートを作ってくれない、シュラさん、ハートありがとうございます。でも距離の縮め方合ってるか分かんないけど、多分最近距離縮まってくれてると思ってて嬉しい、合ってる日本語。距離の縮め方が合ってるかはちょっと、私本当人と距離を縮めようっていうことをしてこなかった人間なので、てかするのが苦手だった、難しいなって思ってた人間だからこそ
こう、そう喋るのも苦手だし、これで合ってるのかちょっと全然わかんないけど、でもなんか最近縮まってる感じはちょっとだけでもしてる。昔よりは近いとはし、第1回の第2回の、まあそれこそロボンライブ1回目2回目よりも絶対第3回の方が縮まるよ。ゆりさん、そうゆりさん優しい、沼です、沼。だからそこの MC のところで、あったじゃないですか、 MVP じゃない、ベストサポート賞の沼を採用してくださった、私のアンケートを採用してくださった、その台本書いてるスタッフさんに感謝。アコで紹介、私が書いたところでアコで紹介されなかったら個人的に伝えるしかないじゃないですか。そうだから嬉しい。イバジュンさんハートありがとう。ここで採用してくださった、台本を書いてくださってる方に感謝です。にもすけさんハートありがとうございます。あ、ちなみにカイロ、そう今日仕事で使ったから最後の最後まで使おうと思って使ってる、温まってる。これまだ全然あったかい。え、この間貼るカイロ貼ってたらさ、いや多分ダメなんですけど、え、ごめんなさい、椅子の上に足乗っけますね。そうダメなのは分かってるんですけど、ちょっと顔見えないのあるんです。そう、あのこの間貼るタイプのカイロを使ってたんですね。そしたら、いや今から言うことはダメなことってことは分かってますよ。寝てる時も貼ってたんですよ。そう、でもそれはもう効力が切れてる状態の回路を貼ってたの、ほぼなんか10時間回路って感じで、そう10時間経った後の回路を、でも別に、しかもなんかそのすごいあったかくなるやつじゃなくて低温回路みたいな、すごい全然あったかくならない回路を、服の上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 ぐらいに貼ってたんですね。そうだから全然本当は本当全然あったかくないんです。そう本当になんかその最初に貼ってた時、一番最初にその普通に日中に貼ってた時は服の上の上ぐらいに貼ってたんですけど、そう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 、でそうなんですけど、で寝る時貼って、もう効力が切れた、10時間経ってからでもあったかくて、これいつまであったかいんだろうと思って、いやわかんない、私の体感なんかもう寒すぎたからここだけあったかく感じたのかもしれないんですけど、なんか体感めっちゃあったかくて、いつまでこれあったかいんだろうと思って、そう。それでちょっとずっと貼ってたんですね、そのまま。しばらく、そう3日目ぐらいまであったかかった気がする。いやわかんない、それが回路の多分効力は切れてるから多分自発的なあったかさじゃないと思うんです。多分それは私のその私の体温で温まってる回路、3日間同じ服、違う違う、ちゃんと張り替えてますよ。そうでもなんかきっとそうだろうなみたいな、私の多分そう体温で温まってるだとは思うんですけど、でも3日間あったかくてびっくりしましたって話。
中身飛び出たらポケット終わるわな、そりゃ。だって砂だよ。嫌だ絶対。明日起きたらあったかいお茶飲もうかな。なんかコーヒーサーバーみたいなところにあったかいお茶のやつとコーヒーやつ、コーヒー飲もうかな。コーヒー飲めないけどミルクと砂糖存分に入れて飲もうかな。でもいやお茶でいいや。コーヒー飲めない。でも今コーヒー飲むのはなんかコーヒーとお茶があったの。そう。でも今コーヒー飲むのは絶対違う。なんかせっかくならどっちも消費したいタイプの人間で、でもコーヒーパックじゃなくって、あの本当コーヒーマシン用のコーヒーパックみたいなあれなんですよ。そうだからそのマシンがないと飲めないから、そうでもせっかくねあるんなら飲みたいと思うんだけど、でも絶対今コーヒー飲むのは最強に間違ってると私も思っているので。そう、明日の朝ごはん見ていい？おいしそう。でも明日さ、そんなさ朝ごはん満パンにお腹いっぱいに食べちゃダメなんだよね。どういうこと？いや、よくわかんないか。19日、待って、明日までに返答しなきゃいけない、これ。まだ迷ってるんですけど。あとでもいいや。あ、そうで明日の時間を知りたかったの。なるほど。明日夜は分かんない、配信できるか。だから一応朝やっとこうと思って、で撮影終わった後にできるかな、分かんないかなって感じかな。できるのかな。そんなことより、あ、私はそれを知りたかったわけじゃないんだけど、まあいっか。あ、でも意外とちゃんとご飯食べてもいいかも、時間的に。ピーポーピーポー。さ、ということで、ちょっと待って、でも一旦メールおやすだけ書いてからしてもいい？さよなら、違う、最近聞いたよね。
川さん赤だるまありがとう。今日のまつげ、そう今日もまつげギャンギャン。リバース見た？今日のビバースも見てね。そうドアップ、なんかこの間まではそんなんだっけドボンやってた11月とかはなんか寝なきゃいけないけど、そうドボンのためにね。でも別にお仕事なんだけどね、ドボンも。でもそのなんて言うんだろう、絶対に起きなきゃいけないお仕事ではなかったじゃないですか。それこそ皆さんがこうずっと頑張ってくださってたから、割とそのなんか弱感で最後らへんも、まあ、頑張りはしたけどみたいな感じだったじゃないですか。でもこのこう現場が絡んでくるお仕事、 SNS 上とかじゃなくて現場が絡んでくるお仕事になると、絶対にその時間に起きなきゃいけないじゃないですか。そうだからそのビバースを更新もしてる時間があったら寝た方がいいって思っ、そう、ね、寝なきゃいけないになるんですよね。次の日起きれないと思って。だからあのドボンライブのドボンイベントの時はすごい暇人ぐらいめっちゃいっぱいさ送ってたんですけど、もう最近本当遅れてなくて申し訳ない。ここ最近お仕事だったり劇場だったりちょっと立て続けって感じで、ありがたいんです本当に。それはでも嬉しいことだから、もっとね頑張んなきゃいけないなって思うし、2回公演だとね朝早いからね。そうそうそう、明日も朝めっちゃ早い。配信するとしたら6時台朝できるとしたら、朝6時台かメイク後かな、うん、早いでしょだから私朝6時には起きてなきゃいけないってことだ。頑張って起きます。ダッシュさん、みなおしくばありがとう。うん、すごすぎて。で、あさってもまあ朝、まあ遅くはないわな。割とちゃんと起きる。夜も遅い。やばい、待って、ライジンのやつ何にも振り起こししてない、今。どうしよう。でももう無理だ。本番当日は頑張る。何にもまだ振り起こしできてない今。バタバタすぎるやばい。ということでちょっとお風呂入りながら見ます。湯船浸かりながらこの曲かやばいなって見ますね。あ、やばい。さあということで、それでは早速AKB48 最近聞いたよねを見ていきましょう。皆さんで一緒に、みんな準備できてるのかな。できてるかな。ご飯絵見えちゃう絵見えちゃう。YouTube じゃない、TVer さんです。
まだ私何も、あ、待って、 Wi-Fi、 まだ私何も準備できてないから、ちょっと待ってて、 Wi-Fi のパスワード、あ、読めないや、これ書いてあった、カズさんハートありがとう。イヤホンをこいつを Bluetooth 切ってこいつに切り替えて、iPad に切り替えて調べる、橋本は、違う、最近聞いたよね、これだ、で冒頭の CM を見て、ちょっと Wi-Fi 重いかもしれない、ぐるぐるしてるわ。え、待って、私今日メイク落とし。ちょっと Wi-Fi がぐるぐるしてる間に。待って。今衝撃的。韓国行った時にすごい充電器めっちゃ刺さってるのバレる、え、ダメだ、 Wi-Fi 繋がらんぜよ、重すぎる、間違えた、ミュート解除しようとしたらカメラ逆に、じゃあこっちの、ちょっと待ってて、ちょっとだけ待って、 Wi-Fi が重くてつながらないのでテザリングします。でも別にショールームは綺麗に映ってるから、なんでだろう、そういうこともあるよね、テザリングでもいかないってことは、それは TVer さん問題？おっと、テザリングでもいかないってことは TVer さん問題？あ、き、え、来てない、あ、来た、来ました、来ました、よかった、いや、TVerさんアップデートしてないからかなと思って、そう、でも来ました、よかった、待ってね、ちょっと CM さん見たら、よし、もう000秒からいきます、デレテデレトっていうやつもまだ見てない状態、それではいきますよ。
いっせーので、テレ東、イエーイ、海、わかりません。コスプレ大会、お ありがとうございます。しおりなんですけど、しおりじゃない。正解。そこそこいい年。26 言うな言うな。いい年言うな。カレンダーを、ハルピアの声が来た。ればいい、ここエミハイスクールです。ナレーションハルピョン、楽しそう。枕投げ大人、23歳大人、強く生きようよ。あったとしても、イエーイ。23歳、うさぎの髪飾りつけてるけど23歳。今日も一日力合わせて頑張ろう。めっちゃスタッフさん、でっかい冷蔵庫、おいおい、輝いてる。行ったことある？マジ？そう、卒業とは出口じゃなく入り口だろう。うわ、いい写真。髪まで飛んでる。さすがハルピョン。さすがハルピョン。ちなみに LINE のアイコンはこれではございません。ごめんなさい。誰もこれじゃない。誰一人これじゃないです。言葉で伝えればいい、僕の微笑みハイスクール。遠くないところまで、そう遠くないところに来てるのかな。すいません、何の変哲もないとか言って。ピンクのカバンにはそれぞれ携帯だったりとかしおりだったりとか、こちらです。ミヨンさんのカバンのかけ方が懐かしすぎる。でも私も高校3年生の時はこうスクールバッ
を使っていたんですけど、え、高3だっけ、多分高3、え、中学ではダメですよね、あれ中 3? 高 2? え、高 2? 高3の最初、わかんないけど、いつか使ってたんですけど、私も両方で担いでリュックスタイルでした、はい。ちなみに、ミヨンさんスタイルでした。めっちゃ悩んでたらミヨンさんじゃない、もぎさんが、え、ハルピョンどれにするのって声かけてくださった。優しい、優しい。ブリ大好き。そこ使ってほしかった。え、今使ってましたよ、このワイプみたいなところで。で魚菓子、魚菓子、魚菓子棒、うん、自然薯も迷った、めっちゃ自然薯と魚菓子で迷った。てか全部美味しそうじゃない？そう、でもふわプチはね、バジル、私バジルがね、そう、でもタルタルソース大好きなの。メール来た、よかった。そう、自然薯美味しそうよね。食べ歩きするからゆっくり食べてねーって言われてたのに、お代理はすぐ食べました早かったもうなくなっちゃったって言ってた。そう、かまぼこってこんななんだすいません、かまぼこというものはぐるぐるしてるものだと思っているので、すみません。富山のかまぼこは違うんです。そう、みんな食べ歩き。でも私はもうお腹いっぱいだったのでやめました。食べたかったけど声出すことに専念した。そう、私はお腹がいっぱいだったの。もう声なんか見てたら食べたくなった。そう、2本目は食べてない。やっと私のコメント使われてる。そう、神奈川、最高カレンダーをめくれば近づく
そう、ザ、なんかザって感じ、ザ都会って感じだったから、私の神奈川のイメージ。Make it in your high school days。すごい後ろにみんなのリュックとかバッグがすごい存在に置かれてるのがバレる、この画角うちのメイクポーチがさ、そこのピンクの四角いやつうちのメイクポーチがこれ、これが写ってます私のメイクポーチ、あそこに写ってます、うん、見えただけ。早っ早すぎやろお便りマジですこれ、これマジ本当に、なんか別になんか収録の都合上カットしたとかない、違う違う、ちゃんと見ただけちゃんと見ただけ。そう、小田原城をに行きたいって書いてます。おー、神社仏閣巡り、めっちゃ大人。正解。二宮金次郎さんをこんな生で間近で見たことなかった。ご存知ですか？すごい読んでる、すごい読んでるすごい読んでる。農村。そう、あれですよね、その歩いてる時も勉強したいっていう人ですよね、要するに。だからこう歩いてるところで本読んでる姿がなんていうんですか、銅像になったよっていう、あれ、マジです。私ってマジで横顔というか鼻、目つぶった。え、待って、何お願いした。そうなんです、なりました。私はこの時は、私はこの時はいっぱい数字を覚えたいってお願いしました。アイドルなんでいっぱい数字を覚えたいって
立ち位置表だったり、カイロあったかい、ザンちゃんも混ざって捧げる。関数とか座標大丈夫大丈夫。めっちゃ真剣に考えたこれ。絶対ずんちゃんの真剣絶対ふざけてるやろって思いながらこれ聞いてました。お便りマジで令和っぽい、最高最高。いい名言。いい名言聞いたことあるけど、なんか聞いたことあるけど そう、お代理の字綺麗めっちゃ。いやマジこれすごいと思った。正解。いやほんと申し訳ないんですけど、本当にねファンの皆さんには申し訳ないんですけど、やっぱこう10年なんかそのまだ始めたてだと1日で覚えれる方もいるんですよ、そりゃ。でも10年してるとそう、椅子は寝床です。はい、椅子は寝床椅子は寝床。おー、はい、死ぬほどありました。ある、マジでそう。ザンちゃんデレ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 。美味しかった。やばいやばいやばい。やばいやつ二人おる。キャー。ちゃんと絶叫してる。うさぎの髪飾りが可愛い、やっぱ。テレ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 
チュルチュッルルルルン、頑張れみんな頑張れ。まだデイナイン、ハルピョンの、ハルピョンの声聞いて。これめっちゃむずかったんだから、総合優勝決定戦。思ったら突然胸がキュンとしてきた。総合優勝決定戦へ、ホーテイちゃん、ホーテイちゃん、頑張れ。めっちゃお便り会やん。かわいいお便りがついてる。あ、この時のゴムだ。お便りが貸してくれたやつ。最終なんちゃら決定戦は噛まなかった。そう、ホテちゃん。でもほんと投げ方、ホテちゃんのボールの、ボール、波動ボールの投げ方がめっちゃ可愛いんで、ぜひ見てください。めっちゃ可愛いですよ、見てほしい。ホテちゃん打ち方、なんなんだろう、なんか可愛いんだよね。すごい。おお、ドロー。延長戦を制すのはどっちだ。どっちでしょう。ちょっと CM お湯入れよう。あ、嘘、あと9秒だった。いいや、やめよう。あと CM で終わる。 CM9 秒で終わるわ。ホテちゃんのプレースタイル見たいもん。うまいなぁ、すごい。なんかのんちゃん、のんちゃん鼻冠つけてた。待って、はい、まあいいや。わ、すごい、一発目から。何がいいんだろうね、やっぱサイズなのか段数なのか。でかっ、やっぱサイ、でも前、むずいよね、こういう時って。CM 長いんだ、みんな。みんな頑張って。アルピョンは明日も早いから、配信終わるために止めないよ。すごい。うわぁ。
波動モンスターかわいい。イエーイ。ということでファンの皆様の勘違いのおかげでナレーションをゲットさせていただいたハルピョンこと橋本春奈でした。皆様本当に間違えてくださってありがとうございます。最初みんなが間違えていた時はおいお前らと思ったんですけれども、皆様の勘違いのおかげでこうしてナレーションができたのですごく嬉しかったなと改めて感じている次第でございます。またね、まあ次の回も次の回は修学旅行の後編ということでまたあれは出るんですけれども、ナレーションはね違う、次はずんちゃんっていうことなのでまたそちらも楽しみにしていただけたらなと思います。またもしもね機会がちょっと待って見れるかな、だから水曜のだから火曜、あクリスマス暇だから見れるやんけまあ握手会終わりとかでもね見れるので、まあ次の回は23か24か25のどれかで、あか2623以降、ちょっと22話からはちょっと分かんないんで、23以降の23から26の4日間の間にちょっと見れるんじゃないかなと思っているので、一緒にまた見れたらなと思います。よろしくお願いします。ということでちょっと お湯入れよう。そう、私がやらかしたって言ったのはメイク落としは持ってきてたんですけど、まつげリムーバー、そうマスカラリムーバーっていうんですかね、まつげがこうギャンギャンだ、そうマスカラだけを落とす、そのいつもここだけ黒くなってるじゃん、あれを忘れてきたの、最悪最悪ということで、まあでもこのねオイルのメイク落としがあるのでまだ安心ではあるんですけど、そうこれでオイルのメイク落としもなかったらもう私メイク落とせない、もう普通に今から買いに行かなきゃいけなくなるコンビニ、そうでも大丈夫ということで、ちょっとお湯が沸くまで、何喋ろうかな、今日の話は全然喋れないのでまだ何も、充電してある携帯、明日は一日長めなので、でも今日すごく楽しくて、なので明日も楽しくなるんじゃないかなと思いつつ、まあ私のできるお仕事は全うします。これどうやってつけたんだろう、かわいいよね、こうか
お疲れだよ。どうやってつけてあるのかわかんない。何喋ろう。今日この後今からさ湯船しっかりつか、もう疲れてるから湯船はしっかりつかりたい。明日何時起き？やば、6時起きで15分、もうボッサボサの状態で15分配信したとして、で朝ごはん食べたとして、まあちょうどぐらいか。もうボッサボサで行こう明日。メイク、すぐメイクだから大丈夫。もう湯船浸かるって決めた。最近三つ編み多めだよね、うちの髪。昨日も三つ編みっていう三つ編みじゃないけど、え、びっくりした、これ虫かと思った、ヘアゴムだった。待って、やばい、リボンがビヨビヨになっちゃった。そう、何の話してた今。あ、そう、なんか昨日もあれだったの、三つ編みカチューシャみたいな感じで、前にズッキーちゃんがインスタのストーリーに上げてて、あ、これかわいいと思って、やりたいと思って、そう、それをやっていただきました。で2日目じゃない、夜公演は、なんだっけ、ラポンツェルをした。なんか本当にあの髪型マジで、なんかこれまでその僕の太陽公園でやってない髪型をなるべくしたいなと思っているので、なんかもしもね、この日入りますとか教えてくれれば、みんながリバースだったりでこの日入るんでこの髪型してくださいっていうのがあれば、まあそのなんて言うんだろう、絶対にやるとは確証できないんですけど、でもその例えばじゃあそう言ってきてくれた人がその一公演につき一人だったら絶対にその髪型できたりとかするし、そうなのでぜひなんか皆さんやってほしい髪型あったらあの教えてください。ただそのこの日の公演に入りますっていうのを言ってくれると、そうなるべくさ、そのしてほしい髪型をみんなに見てもらいたい、そのしてほしいって言ってくれた人に見てもらいたいから、そうぜひ、ほんとなんか絶対にやりますとは、そのなんていうの、 100% やりますとは言えないんだけど、そう、でもなるべくやりたいなって気持ちはあるので、そう、あと髪型を考えるのがちょっとめんどくさいっていうはい、あれなんですけど、そうだから誰でそのなんて言うんだろう、絶対にできる確証はない。例えば私が今日じゃあもう絶対に、あ違う、ファンの方からじゃあ例えばクマさんしてくださいって来たとするじゃないですか。でももう私がその何投稿、ファンの皆さんからの SNS を見た後に今日入るんでクマさんしてくださいって言われる前にクマさんをしているメンバーがいたら、なんかポニーテールとかツインテールならまだ被ってもさ、まあ、よくある髪型だしって思うけどさ、クマなんてさ一公演大体一人じゃないですか8人しかいないのに。そうだから
さすがにみたいななるんですけど、そうもしもその時に誰もいなかったらクマやろうかなってなったりとかするので、ぜひほんとみんな教えて、やってほしい髪型とかあったら、なるべく一人一人多くの方の髪型を採用したいと思ってます。だからまあ私的にありがたいのは、一回その公演のその要望が叶ったら、みんなはあしばらくちょっと控えようとかって思っていただけたら嬉しいんですけども、まあ無理なね、そんな俺の要望絶対叶えてくれ、もう全部俺の要望でいてくれ、私の要望しか叶えないでみたいな人もいるじゃないですか、そりゃきっと。だからそう、なるべく私自身もあこの方のこの要望前叶えたから次別の方叶えようとかって考えるのであれなんですけど、でもなるべくね一回叶ったな自分と思ったら他のファンの方に譲ってくださると嬉しいです。そうだからしばらくちょっと自分公演入るけど、でもまあ違う方の髪型もリクエスト叶えてあげてほしいなみたいな気持ちをみんな持ってくれると嬉しい。お湯、さあということでめっちゃちょうど良かったお湯の量なので、どこにいたら一番綺麗、ここか、めっちゃちょうど良かったので配信終わります。お風呂入ります。うーん、僕体自体はねまだもうちょっとあるんだけど、そう、そこに私が出るかっていう、今年の年内の卒業発表、年内で卒業しますって言ってる人っています？誰か。その日は出ないじゃんきっと私。そうだから年内で卒業発表しますって言ってる人って誰かいる？ゆずかちゃん、ゆずかちゃん何日？ゆずかちゃんだってあんま喋ったことないもん私。たまになんかでっかい大箱のコンサートとかになったら喋ったことはあるけど、でもあんま喋ったことない。27日、あ、27日はだって私ほらもともと出れないやほら、知ってるでしょ。あれ知ってるでしょ。21日はほらね、あれがあるから。26日が京香ちゃん、26もちょっとあれがあるわ、レッスン26レッスン、27はアワードがあるからということで、まあ皆さん、いやもうレッスン本当最もう昨日も明日も本当はあって、でも全然出れてないのでやばい、レッスン出なきゃいけない。仕事まだまだ終わらん、応援の一言ください。
頑張れ。カメラ目線じゃなかった、ごめん。頑張れ。よし、ということでランキング読むよ。1位鉄道のエイトさん、ありがとうございます。2位 A ダッシュアットピョンズさん、ありがとうございます。3位哲也とハルピョン大大大好き、ありがとう。4位ネバーストッパーと今週はライジンだけが生きがい。え、マジでライジンだけがやばい。ライジンがあるから私は振り起こしやばい。代わりに出てほしい。5位サプライズレバーさん、6位コウキさん、7位一条寺ヒカルさん、8位トラックヤローアットゴリさん、9位アシュラアットピョンズさん、10位マックミックさん、11位バジュンさん、12位トマユキさん、13位ニモスケさん、ありがとう。ということでワイはお風呂入るぜよ。またな、みなのども、みなのども、みなみなみなさま、またな。あ、キャッチフレーズやろ。ちょっとあんま漏れない、ここから漏れる。あ、ちょっと鏡じゃん、ごめん。はい、ウサギのようにぴょんぴょん飛び跳ねるのは春、ありがとうございます。今日も自慢のラビットジャンプで、7285盛り上がりの皆様にきっと期待がお届けしちゃー。富山県出身ハルピョンことアジムトヨナでした。それではまた明日の朝会えたら、ちょっと起きれたら会えます。起きれなかったら夕方ぐらいかな。だから明日もし、何時までかな、9時まで配信なかったら私ないです、朝配信。そう、ちょっとできれば6時までには、6時に起きてやりたいんですけど、配信朝ごはん食べたりなんだりして。そうで、もし無理そうだったら、夕方ぐらいに配信しようかなと思ってます。はい、とりあえず6時台に配信できたらなと思ってる。なんか場所的に、あ、すごい、え、こんなに外の声聞こえるってことは私の声も聞こえてるってこと？大丈夫そう？配信終わりに気づく私、やばくない？何でしたっけ？そう、なんか場所っていうか、その配信スペースっていうものはないんですけど、控え室的なところでできるかちょっとわかんない、微妙って感じ。そうなので、ちょっともしできそうならやります。ということで、それではまた明日、おやすみ、またね。え、今日マジ可愛くない？ちょっと後でめっちゃ写真撮ろう。バイバイ。目標11時までにお風呂入る。バイバイ。夜はなし、これ夜だよ今日今え、この後まだ風呂入った後にやるの、うちそれはちょっと無理まだね、ありがとう、バイバイ、おやすみ。今日ムービーは後で撮ったのやつ送るね。え、どうしよう、衣装で撮ったんですけど、そう、ピョンムービー、ちょっとまだそれ載せていいか分かんないから、今この状態でもう一回撮ります。それではおやすみなさい。また明日。バイバーイ。